は今日は自重で胸を太くする3種目をご紹介します。前回二頭筋の3種目をご紹介したので、今日はこちら三頭筋を3種目紹介していきます。今日もね、カリストフェニックス自重のみでいきましょう。僕はね、グリートもやるけど、あえてね、自重でいきます。自重っていうのはすごくメリットが大きいです。より多くの筋繊維を動員できる。自重で三頭筋太くすれば腕がすごくパッと見た時に太く見えるんで、で、体積でいうとこの上腕二頭筋よりも三頭筋の方が 1.5 倍から2倍ぐらいって言われるほど、三頭筋を鍛えた方が腕が太く見えるんで、ぜひね、一緒にやっていきましょう。まず初めに行っているのがディップス、最も代表的な三頭筋の種目。三頭筋っていうのは腹上筋っていうのでできてる。平行筋、腹上筋っていうのがあるんですけど、パワーの腹上筋と呼ばれて、高重量、低回数で反応してくるので、重たい負荷の方が反応してくる。そしてこのディップス、すごく強く、いい負荷をかけていくのにおすすめです。やり方としては、前傾させるか、後傾させるか。肩の怪我を防ぐためにも、少し前傾させて最初をスタートさせるのがおすすめです。肘の角度は90度でも少し低い位置。これが体を起こしてしまうと肩のオーバーストレッチになるんで、前傾したまま伸ばしていきましょう。高重量のが三頭筋は発達するんで、20キロいきましょう。で、三頭筋の場合はしっかりと肘をロックアウト、伸ばしきる。前傾姿勢キープしたまま伸ばしてくる。で、この種目は大胸筋の下部にもしっかり効いてくるんで、胸を肥大させたい方にもおすすめです。いいですね。しっかりと三頭筋の収縮意識しながら。で、最初に入るこの種目っていうのは10回15回やる必要はないです。できる限り高重量、5、6回しかできない負荷で構いません。2種目目いきましょう。次に紹介するのがワンアームリバースプッシュアップ。先ほどもお話ししたように三頭筋、ここは腹上筋と呼ばれる筋肉、さらに側筋繊維の割合が多いから高重量で反応する。通常のリバースプッシュアップは両手で行いますが、少し片側に体重をかけていきましょう。3レップずついきます。そして真下に落とす。これだと肩のオーバーストレッチになってくるので、少しこう後ろに倒しましょう。で、伸ばす。これも肘をロックアウト。3レップ反対いきましょう。なるべく肩側に体重をかけていく。腰がベンチに近づくように、もう1、3セット、もう3レップずつでいきましょう。ラスト、このままよくね、追い込みましょう。だいぶね、ちゃんと来てますね。ラスト種目です。最後はフロアでやっていきましょう。家でね、どこでもできます。ダイヤモンドプッシュアップ。その名の通り、手をダイヤモンドに合わせたら、みぞおちらへんに向かって下ろしていく。で、しっかり肘をロックアウト。このままいきましょう。最後はもうマックスで限り続けてください。この種目は大胸筋の中部、胸の内側の種目にもなってるんで、最後胸をこうグッと収縮してあげると胸の内側にも入ってくれる。ただ今日お聞かせしたいのは三頭筋が限界になるまで
いや、だいぶ効いてますね。はい、お疲れ様でした。という感じで今日は自重でできる三頭筋の3種目でした。カリスタニクスって言ってね、自分のボディウェイトだけで行うもの、僕のね、トレーニングのベース、体のこのベースっていうのは全部自重でできてる。もちろんね、ウェイトもやっていくんですけど、僕が最も効率がいいと思ってるのはどちらもやっていくこと。それはそれぞれにメリットがあるから、トレーナーとしてウェイトトレーニングもやるし、パフォーマーとしてカリスタニクス、ストリートワークアウト、こういったものをこれからもやっていく。どんどんね、僕がそのパイオニアになっていこうと思ってますから、引き続きね、動画の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。